はい、ありがとうございます。それでは、インスタライブ始めていきたいと思います。改めまして皆さんこんにちは。はい、じゃあ今日はですね、この画面にある通りゴマフアザラシのズンダくんにちょっと出てきてもらおうと思います。今回の配信はこのズンダくんと、そしてはい、じゃん、はい、松山トレーナーに案内をしてもらおうと思いますので、はい、よろしくお願いします。松山です、よろしくお願いしますはい、ありがとうございます。じゃあ皆さん、結構前にずんだの、紹介もインスタライブでしたんですけれども、もしかしたら見てない方もいらっしゃるかと思うので、ずんだくんって誰っていうとこ方のために、ずんだくんの紹介を軽くしたいと思います。じゃあ松山さんお願いします。はい、このバケツにずんだって書いてますけども、ずんだっていうのは城崎マリンワールド生まれのゴマフアザラシの男の子なんですね。生まれたのがちょうどね、去年の、2月13日、ね、バレンタインデーの前日に生まれた子なんですけども、なので今1歳になりますね。はい、前回 の、 あの自粛の期間の時にインスタライブでずんだにここに出てきてもらって、ちょっと皆さんにも見てもらったんですけども、今回2回目ということでね、前回よりもちょっと成長してるかと思いますのでね、そういったところもご覧いただこうと思います。はい、お願いします。すごい、まっちゃんって呼ばれてますよ。あら私は今画面が見えないので誰だろうありがとうございますはい、じゃあ早速こっちに連れてくる準備をしていきますね。はい、お願いします。ちなみにここバックヤードですね、2階のバックヤードで今やってます。で、今からずんだくん来るんですけれども、あ、皆さんこの辺覚えてますかね。ずんだくんの前の写真が実はあります。じゃん、あ、よいしょ。はい、見えますか、これ生まれてすぐの時のずんだくんです。すごく可愛く撮れてる写真ですねずんだくんくるみっていう子の、子供になります。よいしょ、ほい、これ、この子がくるみです。これくるみのお乳を飲んでるずんだの写真です。はい、こんな感じで最初は、お母さんのお乳を飲んで大きくなっていきますが、今はもうねかなり大きくなりまして、お魚を食べてどんどん大きくなっています。さあ来てくれるでしょうか。多分向こう側からずんだが来てくれると思いますよいしょ一生分の好きを使い果たしそうだありがとうございます。いや、ずんだくんどんどん可愛くなりますのでね、楽しみにしてください。あ、来たか、来ました。はい、じゃーん、来てくれました。はい、こちらが現在のずんだくん1歳です。よいしょ、あ、画面に収まらない。ありがとうございます。来ました、ずんだくんです。はい、ずんだご挨拶はい、前足を振ってくれています。かわいい、ありがとうございます。かわいいですよね。あれおや、なんか気になるものがあったかなはい、さっきのね、あの写真見ていただいた時と比べると、はい、毛の色とかも違いますし、やっぱ大きさも変わってますね。生まれてすぐくらいの時は、まあ、12キロとかそのくらいだったんですけれども、今なんと体重、30キロあります。かなり大きくなりましたね。ずんだくん帰ってしまいましたが多分また来てくれると思いますで、今回ちょっとずんだくんなんですけど、よいしょ、こちらですね。
まあ、夏ということでちょっと涼しくなってもらえたらなと思いまして、この氷をちょっとずんだくんにあげてみようかなって思ったんですけど、来ないですね帰っちゃいましたね。はい、すごく成長はしてます。大きくなりました。で、今ずんだは時間限定で実は展示に出ていまして、まあ、大体、10時くらい、9時半か、9時半、10時くらいか、10時から、まあ、2時くらいまで、午後の、2時、14時ですね、14時まで、展示を行っています。まあ、この短い時間しか見ることができないんですけれども、もし城崎マリンワールド来ることがございましたら、ぜひずんだにも会いに来てください。ちょ、なかなか来ないですねずんだくん、ここのバックヤードに出てくるのお久しぶりだったので。そうですね、初めての氷です。ぜひね、生で会いに来てください。すごく可愛いです。今あれですね、ずんだトルネードっていうのですごい皆さんに広めていただいてるみたいで、ハンカチ持ってずんだの前でぐるぐる回すとずんだもぐるぐる回るっていうずんだトルネードっていうのがどうやら流行っているようですので、皆さんぜひ来ましたらやってみてください。氷食べますかね。そう、初めてなので、そう、わからないんですけど、ずんだの葉、ずんだの名前はなぜ、ずんだっていうのは実は一般の方から公募で募集した名前になるんですけれども、ずんだの可愛い写真載せとこ、はい、ありがとうございます。公募で実はずんだくんの名前決めたんですけれども、まあ、兄弟で一番上のお兄ちゃんがどんぐりっていう子で、あとは、2番目の女の子であずきっていう子と、それから3番目がきなこで、4番目がずんだなんですけれども、このあずきときなこにちなんで、まあ、持ちつ持たれつな関係で、兄弟仲良くやってほしいという思いが込められて、このずんだっていう名前が付けられました。はい、一般の方からの公募でずんだくんっていう名前が決まりましたあ、ゴマフアザラシですね、すいません、種類言ってなかったですねゴマフアザラシです。で、お母さんがくるみっていう名前ですね。じゃあずんだくんまだ来ないので、ずんだの毛でも落としましょうかねはい、これまだ、生まれてだいたい今1週間か2週間くらいで、この白いふわふわの毛からツヤツヤの毛になるんですけれども、これくるみこ毛と書いてありますが、まだずんだっていう名前がなかったのでくるみこっていうので呼ばれていたんですが、よいしょ、この時に抜けた毛です。じゃじゃーん、あ、そうです、ずんだ餅ってことですねはい、こんな感じですごくほわほわで細かい毛になってます。これ本物です取ってありますね。前バックヤードとかで使っていたものなんですけれども、まあ実際にこの毛にも触っていただいたりとかもしていたんですが、今はちょっとコロナの関係でなかなかバックヤードなどもできずにいますので、もしコロナが落ち着いてまたバックヤードをやることがあったら、ずんだにも皆さん会いに来ていただきたいんですけれども、肝心のずんだが全然来ないですね全然来ないです。これちょっと奥行くとまたあれですかね、ずんだ帰っちゃいますかねもうずんだくん見たいですよね、触りたいですよね。
帰ってこないですね、すんだくん。はい、すんだくの奥にあのお部屋があるんですけど、普段はそこにいるんですね。いるんですよね。そうです。その時は全然大丈夫だったんですが、何かに驚いてしまったようで、ね、今ちょっとへそを曲げてしまってお家に帰ってしまいました。大変だ。今回松山さんしか映ってないですよ。一瞬だけずんだ来てきて、一瞬だけずんだ来ましたけど、ワンチャン、あ、ちょっと時間を置いてワンチャン挑戦しますけども、はい、じゃあもう一回だけちょっとお願いします、はい、皆さんまだ時間大丈夫ですかね。大体これあの10分くらいっていうので、一応計画してたんですけれども、ずんだがいた時間1分くらいですね。全然来ないです。ずんだくんじゃないですね、松山トレーナーでしたね。松山さんの紹介ライブになってしまいますね、このままでは。ずんだくんのいいとこ教えてください。で、ずんだくんですね、あの結構ずぶといと言いますか、あのこういうのに割と強い子なんですけどね、今日はちょっとなかなか来てくれないですね。バックヤードとかも全然あの初めて見るお客さんとかでもすぐ近くまで来てくれたりとか、すごくあの人懐っこいと言いますか、ずんだくんすごくあのお客様とかも、お客様ともよく遊んでくれる子なので、今回も近くで見てもらえたらなって思ったんですけどね、この氷だけが虚しくここに残されて、ずんだくん来ないかな。トレーナーの配信になっちゃいますね、このままでは。最近あのここに出てくるっていう練習もね、なかなかできなかったので、どうでしょうね。昨日練習したときはすごく調子が良かったんですけど、くるみお母さんはあの別のプールで暮らしていまして、失礼しました。ということで帰ってきたのは松山さんです。すみません、楽しんでます。そのことでごめんなさい、あの気を使っていただきましてありがとうございます。来今後さらなる練習を重ねまして、より安定してこちらに連れてこれるようにしていきたいと思います。今回は本当に申し訳ございませんでした。はい、じゃあ、今回なかなかずんだくん、来てくれませんでした。そうですね、タオルぐるぐる回したら、あの展示のプール側でこうタオルとかパンフレットとかぐるぐる回してあ、げたらずんだくんも回ってくれると思います。あ、松山トルネードで締めましょうってコメントやってますよ。なんかめちゃめちゃ行きましたね。じゃあ最後松山トルネードで終わりましょう。はい。すみません、じゃあずんだは来なかったんですが、じゃあずんだの写真でせめて終わりましょう。はい、じゃあこの可愛いずんだ、ぜひ皆さん生で会いに来てください。そう、実際に会いに来てください。ちょっとコロナで来れないとかもあるかと思うんですが、これからまたあのチャンスがありましたらインスタライブとか、YouTube とか、動画たくさん上げたいと思いますので、皆さん今回はずんだはあまり見れずに申し訳ありません。来週行きます。ありがとうございます。またたくさん練習して、ずんだくん来れるように頑張りたいと思います。というわけで今回は松山さん会でしたね。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんまた、落ち着きましたらぜひ城崎マリンワールド遊びに来てください。すいません、ありがとうございました。明日はトイですね、アシカのトイくんが、インスタライブ頑張りますので、ぜひ皆さんまた明日見てください。ありがとうございました。
めんなさい、どうしたんだろう。